いくら中西さんでも怒りますよ。何度も説明したでしょう。我々はベストラの株価になど関与していないと。それよりも中西専務、先日お話ししました私どもからのお願いについてご検討いただけましたか。ぜひこのケルベロスでラツワンを振るってもらいたいと思っているのです。だいたいあの霧島などという思いやりのかけらもないやつと組んでいてもあなたも報われないでしょう。ケルベロスに来ていただければ社長をあなたに譲ってもいい。どうだろう。
いや、私のようなものを大層買っていただき恐縮しておりますが、レストラを離れる気はありません。確かにうちの霧島は気の強さゆえに人を傷つけることがありますが、それでとにかくメディアを使って虚偽の情報を流すようなことはやめてください。頼みましたよ。
上場廃止などのデマをいくら打ち消しても株価が下げ止まりません。これは一体どういうことなんでしょうか。うちからの発表が市場から完全に無視されている。なぜなんだ。今のままでは内部留保を下回る費用で会社を買い取られてしまいます。とにかく我々の手で株を買い支えるんだ。それは進めているのですが、買った株がすぐに下がるので資産がどんどん目減りしています。ちくしょう、悪循環じゃないか。あなた、確か。怪我は大丈夫？怪我？あなた、私の宝石を狙ってるんでしょ？この宝石は私のものよ。誰にも渡さないわ。宝石って何のこと？とぼけても無駄よ。騙されないわ。誰にも渡さないわ。
あなたもここに来てたのね。話したいことがあるの。ここじゃなんだから、後で少し時間ちょうだい。あなたの頼みならいつでも OK よ。ありがとう。こんにちは。私のこと覚えていますか？一昨日ビルの中で取り残されてしまったのを助けていただいた弥生です。覚えているわよ。あの時はとてもけなげな人だと思ったわ。そうなんですか？どうしてけなげに見えたのかな。瓦礫の撤去をしようとしても大きな余震が続いているためうまくいかないそうです。砂ぼこりもすごいです。帰れなくなった人のためにそこのカーディーラーさんがショールーム内で泊まらせてくださっているんです。家にも連絡できていないし、お母さん心配してるだろうな。お互い無事に帰れるよう頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう。私しばらくショールームでお世話になってると思います。この辺りに立ち寄ることがあったらぜひ声をかけてください。私帰れる糸口が見つかったらショールームの方に伝言を頼むようにします。気をつけてくださいね。髪が切られて、メガネも割れている。一体…自分で髪を切ったの？昨日の夜よ。寝ている間に…髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど…寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって動けなくなって
部まで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なの？もしかして。そんなことをする人に心当たりがないわ。エリさんよ、自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。怖い人、私の感情をおもちゃにしてるんだわ。エリさんの被災したストレスの吐け口がヒロコさんに向いたんだろうな。春彦、あ、春彦って誰？あ、私の弟です。余震が起きますね。大きい揺れが来なければいいけど。そうですね、今以上被害が大きくなったらと思うと気が気ではないですね。この万年筆は春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。見てたら思い出しちゃって。今高校生なんですけど、寮に入っていてずっと会ってないんです。弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。弟さんに何事もなければいいですね。そうですね、情報がないから不安ですね。私のこと心配しているかもしれない。無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。
よ。かなえ？ともや！あれ？君はあの時の？どうしてかなえと？彼女を瓦礫の下から助け出した後、一緒にフェリー乗り場に向かっていたんです。そうだったのか。カナエを助けてくれてありがとう。でもあなたがトモヤと知り合いだったなんてすごい偶然。それよりフェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ。ちゃんと待ってたんだから。ごめんカナエ。そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、地震が起きて行方が分からなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。智也と結婚の約束をしているカナエと言います。どうも、智也がお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方ですよ。前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。かなえ。ありがとう。あらあら、うらやましいわね。この町から出ましょう。彼女とはいろいろな場所を見てきたけど、今のこの町に住み続けるのは大変だと思うの。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。かなえ、僕はこの町に残ろうと思う。え？なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだよ。そう、智也らしいわね。そういうことなら私も残るわ。智也と一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。大丈夫よ。でも智也、いざという時は助けてね。今までありがとう。あなたには本当にいろいろ助けられたわ。僕からも礼を言うよ。カナエが無事だったのは君のおかげだ。それじゃあね、早く家に帰れるといいね。気をつけてね。